日発三沢球技場上空です。頭でつないでいこうという上方陽介、うん、ファルはない。藤沼決めてきた。途中出場20番藤沼拓夢。横山監督もそしてご覧のようにファンサポーターも期待を寄せるチーム最年少若き万能アタッカー藤沼拓夢、期待に応えました。ロングボールから上方がヘディングで競り勝ち、そして抜群のスピードで裏を取った藤沼拓夢。先ほどは相手ゴールキーパー浅沼のビッグセーブに阻まれてしまいましたけれども、今度は実に冷静にファーサイドサイド